またまたやってきてしまいましたよ。今日はイースターになります。いや、今日もイースターという言い方が正しいか。そしてピョン太郎は、お、いたねしかもさ、相変わらずこいつサボってんな。プレイヤーがいなかったらめちゃくちゃサボるからね。さあ、そういったところで今日はね、またまたイースターをやっていきたいわけなんだけど、皆さん、ピョン太郎の正体って気になりませんか？ちなみに前置きとしまして、ピョン太郎が初めて登場したのが町盛りですね。で、町盛りで登場して、そこからの飛び盛りみたいな感じかな。飛び盛りにもこのような形で登場してました。で、イベントの内容なんだけど、集盛りの時と同様で、卵を集めてピョン太郎に渡すみたいな、まあそういったイベントになってましたね。4月のイースター。まあイースターってお祭りなんですが、そのイースターをお祝いするためにやってくる、オーバーオールを着た黄色いウサギになるんですよ。まあ実物を見てもらったらわかる通り、明らかにこの子ね、着ぐるみなんですよ。うお、サボっとる。え、待って、これ気づいてない？これピョン太郎気づいてない説あるね。え、これさ、正面にいたら多分気づかれるよね。あ、お、気づかれた。すごい察知能力やな。今視覚だったから絶対気づかれないと思ったんだけど。まずこのピョン太郎の正体なんだけど、ネット上では様々な都市伝説が囁かれております。で、まあ有名なのだと、ことぶき説、たぬき説、しずえ説っていうことで、まあネット上で一番有力なのがしずえ説なのかな。まあ根拠はないんですが。で、僕もね、ピョン太郎の中身と正体になって気になったんですけど、公式情報では、ピョン太郎はピョン太郎みたいです。まあ要するに何が言いたいかというと、ピョン太郎に中身は存在しないということですよ。要するに、ピョン太郎はピョン太郎なんですよ。例えば、レイジがレイジなように、しずえさんがしずえさんのように、ピョン太郎はピョン太郎なんだよっていう話ですよ。一応まあ、それがね、公式情報なんだけど、ただね、これ後ろから喋りかけたらわかるんだけど、ファスナーついてんだよ。おかしいじゃねえか。しかも服のデザインじゃなくて、これ確実にファスナーだからね。中に誰か入れるように。そして、顔の大きさ皆さん見てください。まあ、例えば自分でもいいし、あとは後ろにいるトビー君と比較してもわかるんだけど、明らかにね、このピョン太郎の顔でかいんだわ。かぶりもんだよねっていう話ですよ。まあ、結局ね、中身誰なのかわからないんだけど、ただ少なくとも言えることとしましては、誰かが中に入っている。これだけは言えると思いますよ。そしてこのピョン太郎なんだけど、前の動画でも同じようなことを言ったかもしれませんが、後ろから喋りかけると、こういった形で悪いんだけど後ろジロジロ見ないでくれるであったりとか、あとはたまに怒ってきたりとか、結構反応が面白いんで皆さんも試してみたらどうでしょうか。そして今日はね、4月4日イースターの当日なんですが、本来であればピョン太郎の後ろを取るためにはこういったリアクションで動きを止めて後ろに回り込むっていう戦法でピョン太郎の背後に回り込むことができるんですが、この日に限ってはずっとね、こういった形でぴょんぴょん跳ねてくれてるから、リアクションで動きを止めなくても背後を取ることができますね。はい、そこを後ろ見ようとしない。そしてこのぴょん太郎なんですが、主人公がいないところではこういった形でね、サボるんですよ。とにかくやる気がないんですよね。まあ無理やりね、元気を出して跳ねてるみたいな感じなんで、しゃあねえなみたいな。なのでぴょん太郎の中身仮に存在するとすると、結構ね、サボり癖があるキャラクターじゃないかなと思いますね。見てるところでは頑張るけど、見てないところでは頑張らないみたいな、まあそういったキャラじゃないかなと思いますね。なのでまあ中身はずる賢いキャラだと僕はね思ってるんですよ。そしてずる賢いキャラといえば、僕はね、真っ先に思い浮かんだのが、まあ本間さんじゃないかなと思ってる。本間さんって言われても、あつ森からやり始めた人であればピンとこないと思うんですが、こういうキャラになりますね。本間さんとはどういったキャラかというと、まあ、飛び盛りとかをね、やってた方であればご存知かもしれませんね。あとは追い盛りとか。そう、追い盛りでもね、実は存在するんですよ。で、この本間さんなんだけど、動物盛り界隈では何て言われてるかというと、詐欺師ですね。詐欺師と呼ばれています。まあ、詳しい内容についてはね、過去動画を見ていただきたいんですが、マジでね、この人詐欺師なんですよ。なので、一番ね、中身が近い、性格が近いのはこの本間さんじゃないかなと思ってますね。で、スタイルを見てもらいたいんだけど、ピョン太郎となんとなく似てませんか？なんとなく似てるよね。しかもね、本間さんよく見てみたらわかると思うんですが、顔が結構でかいんですよ。ほら、結構顔でかくないっすか？なので、ワンチャンね、これ、バイトの本間さんじゃないかなと思ってる。
これはね、僕の独自の理論なんですが、正直なところ中身はマジでわかりません。ただ僕の個人的な見解では本間三説がありますね。まあ、世間ではことぶきとかしずえさんとかたぬきちとか言われてるわけなんだけど、ただね、たぬきちとしずえさんに関してはここの中にいるわけよ。そうなんだよ。ちゃんとね、今日も案内所で元気に働いてるからさ、社畜をしてくれてるわけだから、まあその説はないんじゃないかなと思ってるわ。ほら、まあしずえさんとたぬきちがもしかすると影分身の術を使える可能性があるから、まあなんとも言えないところなんですが、ただ可能性としては低いと思いますね。うん、まあ見てもらったらわかる通り置物ではないからね、本物ですから。しっかりと働いてくれてるね。で、たぬきちはなんかあさっての方向を向いてるけど大丈夫これ？なんで壁の方を向いてコーヒー飲んでんだ。なるほどね。うわ、相変わらず俺イケメンだなって思いながらポスターを眺めコーヒーを飲んでるでしょうか。まあそんな話はさておき、まあとりあえずね、事実としてたぬきちとしずえさんはこの案内所に拘束されてるんで、まあこの二つの説はね、おそらくないと思うんですよ。となるとやっぱりね、ことぶき説か、あとはね、本間三説になると思うんですよね。ただぴょん太郎の正体はぴょん太郎と言ってしまえばそれまでだと思うんだけど、ただ中身がとにかく気になるよな、本当。もう見ないってば、勘弁してよ。めちゃくちゃ嫌がってんな。あれ、これってさ、何回も話しかけたらブチ切れられるんだっけ？ダメったらダメ。うわ、めっちゃ怒られた。楽しんでない？いや、楽しんでないよ。俺は真剣だぜ。お前の正体暴くのに俺は真剣なんだ。はい、そこ後ろ見ようとしない。皆さん見てください、これほら見て、ファスナーがめちゃくちゃ揺れてんだけど。めちゃくちゃ揺れとるな。そしてめちゃくちゃ怖いな。ぴょん太郎怖すぎでしょ。ぴょん太郎ってさ、別に色とか、あとは見た目はね、そこまで怖くないと俺は思ってるんだけど、目が怖いよね。皆さんわかりますか？この目と動きがめちゃくちゃ怖くない？ほらほらほら。色とか、うさぎっていうところは別に怖くないんだけど、目がサイコパスみたいな目してるじゃん。これやばいよな。あと動きがやばいよね、これ。なんかそのうちさ、リアクションでぴょん太郎ダンスみたいなの追加されそうですよね。今リアクションがこういった形でたくさんあるわけなんだけど、見てもらったらわかる通り、まだまだ空きがあるんですよ。まだまだ空きがあるので、おそらく今後のアップデートでどん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 リアクションが随時追加されていくんじゃないかなと思ってます。そうなんだよ、リアクションもね、家具とかイベントと同様で、アップデートで追加されていってるからね。なので、今後もアップデートで追加されていくんじゃないかなと思ってる。そしてアップデートで追加されてるアクションの内容なんだけど、こういった座るのリアクションあると思います。これっていうのはもともとね、住民固有のリアクションだったわけなんですよね。ただこういった住民固有のリアクションもね、アップデートによって追加されてるから、こういった固定キャラ特有のアクション。まあ、これは飛び跳ねるなのか、ぴょん太郎ダンスなのか、なんとも言い難いところなんですけど、こういったダンスもね、今後のアップデートで追加されてくんじゃないかなと思ってますね。たださ、このダンス怖すぎだろ。なんか怖いよね、これ。しかも一定の感覚リズムで刻んでるからさ、なんか中毒になるわ、見てたら。はい、ということで今日の動画このあたりで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。あとはね、イースターイベントに関する動画は別途投稿してるんで、もし気になる方はそちらの動画もご確認していただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。